はい、トリマン TV 始めていきたいと思います。8月22日、土曜日、今日も、エアコンが死んでおりまして、またつけましたけどね、また止まりましたんで、緊急強制、休業となりましてね、週末2連チャンね、金土と稼ぎ時がね、ダブルパンチで食らいましたね。週末無収入というのはね、かなり、ね、厳しいですけれども、まあしゃあないなと諦めてね、さっさと、片付けて、自宅でね、ふて寝しましたね。で、気づかんかったんですけど、フジロックのね、YouTube でなんか流れてたみたいで、6時何分ぐらいからね、ワンオクもね、流れてたみたいなんですけど、まあ過去映像でしょうね、当然。けど、その時間ね、潰れてましたね。もう寝てました、ふて寝してたら、その時間だけ意識不明になってまして、結局ワンオク見れず、その後の、よくわからないのがパラパラパラと奥田民生、椎名林檎、そのあたりですかね、が見れましたという感じですね。で、8時から初めてね、今年、開局ファンファーレですけど、初めてね、もう目の前からね、花火が見れましたね。まあなんかね、辛いことばっかりですけれどもね、こんな夏ね、初めてちょっとかなりいいことでしたかね、間近で見るとね、こんな花火すごいんだなと感動しましたね。
後半はね、ほんと真正面から見たらね、ほんとすごかったですね。時間はね、ほんとに短かったんですけども、で、その後、パッと見たらね、すごい電話かかってて、軍団の皆さんからね、お電話かかってて、カモンワーフのね、南壇さんの前で花火見ながらね、みんなで飲んでるから、元気出しておいでよとね、お誘いをいただいてたみたいですけれどもね、ちょうどフジロックね、イヤホンつけたままね、寝てまして、でスマホがねバイブになってましたんで、全く気づかず、花火の音で、気づいて、振動でね気づいて、外を見て、花火が見れたという感じですね。でその後南壇さんとこに行って合流して、で唐戸の、ビール屋さんね、外人さんがやってるビール屋さん行って、解散して、今に至りますと。でやっぱねエアコン効いてないとね暑い、何度あるのかな、40度近く行ってますかね。外もね蒸し暑かったですけれどね、中はほんときついね。まあ来週ねちょっと気温が下がればまたね、できるかなという感じですけどね。どうですかね、室外機さんの、ご機嫌次第かなという感じですね。はい、というわけで、まあ明日ね日曜日なんで、まさかのまた3連休になっちゃいましたね。ちょっとねあんまり休みばっかりだとね人間ダメになっちゃうんでね、なんとか復帰したいんですけれどもね、今度は月曜日ね病院行って、ダメなら入院で手術と、よくても、水曜日あたりにね台風がなんか発生したらしくて、水曜あたりにね直撃コースじゃないかという、話なので、月末もね、8月の後半本当月末もね、踏んだり蹴ったりだなという感じなんでね、完全に8月終わりましたという感じでした。はい、参っちゃいましたね。はい、というわけで、まあとにかくね綺麗な花火がね本当に、目の前でね見れたんでね、良かったなという感じですね。はい、終わります。食欲旺盛やね。メダカーズも来た俺の飯は誰にもやらんぞって、すごいな今日は。やばいぞメダカーズおお、追加よこせ追加よこせ追加よこせ、すごいな今日は。おかわり、食べるな。うわぁ、メダ買わずに一個もやらんねえ足らねえぞこの野郎。まあいいんか、はい、メダカーズにうわ群れるメダカーズ、頑張れ頑張れ。